同じく片方もつけていきます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よースタート。どうも皆さんこんにちは、アントクラブの監督です。世界中の養蜂家にとって必要不可欠なもの、それはズバリ橋防護服です。アマゾン養蜂用品カテゴリーベストセラーナンバーワン、軽量で通気性がいい防護服、今回こちらの仕様と実際に着てみて着用感をしっかりとレビューしていきたいと思います。ぜひ動画を最後までご覧ください。こちらでございます。表裏開けていきます。ブラシ、手袋2つ、こちらが防護服一体柄となっております。大きいです。ではこちらを着ていきます。こんな感じです。ここ、そしてここを開いて、ほっほっほっ、はい、そしてチャックを閉めます。首元こんな感じになってます。はい、ここまで閉まります。後ろはこんな感じですね。こうしてこうか、こうだこうだこうだ、両側からこう閉まって、マジックテープ、はい、というわけでできました。こんな感じでございます。はい、ここ結構広いぞ。結構広い、結構広いです。手袋の付け方は、先にこいつをバッと伸ばしてから、この上にこれをしっかりとこうつけることによって虫の侵入を防ぎます。秋防護服となっております。こんな感じです。動きやすさも大きめに作られていますので、全然、はい、歩くに支障はございません。かなり動くと結構蒸れてくるので、はい、気をつけなければならないなという、はい、というわけでこういう感じでいかがでしょうか。こちらの防護服は大きめな作りで男女兼用です。監督は身長が170センチ、商品3タイプの大きさがありまして、真ん中の今回 XL を着用してレビューしていきます。材質はポリエステル&綿工房、洗濯洗いも可能となっております。しっかりとした生地です。本当にペラペラではないですね。厚みがしっかりとございます。この辺とか、はい。セット内容は防護服、手袋、ブラシ、この3つです。こちらの手袋はフリーサイズ、ここまでの長さです。片方つけていきたいと思います。 XL、 しっかりとした作りです。パーツの使用特徴について、では上から順番に詳しく見ていきたいと思います。まずは一番上、フェイスネット。こちらフェイス下にチャックがあり、服を着たまま顔を出すことができます。帽子にはワイヤーを内蔵、形をキープしてくれます。顔面部分はメッシュ生地、ほぼ肉眼と変わらないですね。すごい見づらくなるという感じはありません。他の部分は 100% コットンのため、通気性も比較的良く、夏場の作業にも快適です。手首、足元は完全ガード仕様、虫や蜂の侵入を防いでくれます。手袋は革製でしっかりと手に馴染みます。見てわかる通り色が違います。この部分に関しては原子用です。はい、あと足元見ていきたいと思います。こんな感じです。これを靴にですね、バチンとつければ完全防備することができますね。こんな感じですね。ダボっとした感じですね。続いてウエスト部分には便利なポケットが付いており、出し入れしやすい仕様となっております。
はい、胸ポケット、ここですね、かなり大きいですね。こちら iPhone Pro Max というでかいスマホなんですけども、全然入りますね。この大きさは2つ入るかもしれませんね。その他後ろを見ますと、なんと尻ポケットもありますね。ここに、はい、全然入りますね。というわけでポケットはこの胸ポケットと、尻ポケットは片側こちらのみですね。付属のブラシについて、付属している全長約40センチ柔らかい毛を使用しております。使用用途について、 Amazon 用法用品ベストセラーナンバーワン、こちら蜂の防護服としての使用、こちらが一般的な使い方ですが、用法以外の使い方として、特に見た目を気にしない場合は虫刺され対策、畑作業、ガーデニングにも利用することができます。 Amazon のレビューを見てみますと、蜂駆除業者に頼らずこちらの防護服で完全防備して駆除ができたというレビューも多く見受けられました。商品の使用のところにですね、風が吹いた時に顔にくっつくというところで、確かにこれすごい風がつくとこうつくので、この時に蜂にやられる可能性があるので、帽子とかヘルメットがあってガッチリとこうやって固定した方が安全に作業ができるかと思います。ではですね、早脱ぎしてみたいと思います。よーい、スタート。こうして、こうして、はい、そして、はい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 、というわけでこんな感じで着脱しやすい仕様となっております。ふう、でこちら小さくするとフェイス部分がちょっと大きいので、この部分に関してはこんくらいのサイズになりますね。あとで綺麗に畳みたいと思います。この商品、興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。用法用品ナンバーワン、業者を雇うのもいいけど、これで挑戦してみるのも、あれだな。本番いきます。ちょっと画角に収まりきりません。宇宙服。ふぅ。さて、用法家になろう。とてもおすすめです。